おはようございます。今日は何でしょう。今日はわんこそば大会です。大食い対決負けへんで、誰が勝つかみんな考えてください。何の運動ですか？これは大きい筋肉を動かしてエネルギー消費してお腹深そうさせる。食べるのは自信ありますか？食べるのはでも昔よりちょっとキャパ減ってきちゃったんでなんですけど、まあコンディションは整えてきたので最大限の力を出し切りたいと思ってます。いい子さんは？はい、私もちゃんと寝るのは寝ました。めっちゃ12、ね、8時間くらい。おお、たっぷりだ。それをちょっと活かして、うん、なんとか入れたいと思います。多分この4人の中だったら食べる方なんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、ここ2人が今日寝不足な上に夜食を食べてきたっていう最悪の言い訳からありますね。いや、覆してみせます。女性の人がめっちゃ食べてやっともらえる札の一杯手前まで食べたこと。めっちゃすごい。そうそうそう、あと一杯食べればよかったのに。そうだね、数がもう分かんなくて、あ、死んじゃうと思ってやめたら。そうなんだ、数えてくれてないの？後で僕は数える。あ、そうなんだ。だから多分食べる方なんじゃないかって。自分がわんこそば今度やりたいですって言ったら、そうって自分のやりたいやつだったからめっちゃ嬉しいんですけど、量はきっと食べられると思う。動画パワー、動画書いてたらすごい熱出ると思うんで勝てます。魂だね。勝てる、勝てる。いつもは小食です。すみません、今日は小村に。回ってます。これで。南口に来ております。やったー。はい、お待たせしましたが、女性の平均は大体70から80ぐらいでございます。15杯ほどやって1回も外れを聞かずに当たりを引いたんで、ちょっとそこで換算されてる部分があるなって思ったのと、でも50らへんでいやもういいんじゃないかってちょっと思っちゃったけど、そこから結構先生と運営だけで話してた時に、すぐこんな歌もダンスもできたメンバー4人集めましたね。うわー、やったね。
です。嬉しい、やばいね、そうです、会えるの嬉しい。ちょうど心を忘れず、はい、はい、変身ランマンにより何か自分開花しつつ、そしてでもみんな あのお母さんになれるような包容力も頑張っていきたいなと思います。7歳もついてきてください。幸せにします。やってみましょう、アフリから。ではせーの、できますね。でそこで聖火屋の楽曲がちょっとこうラップっぽいところがあったりとか、その今まで歌ったことない歌い方をする部分が結構多くあるんですけど、何にせよやっぱ基礎は大事だし、どんな時もね対応できる人になりたいので、ちょっと毎日頑張ろうと思います。終わりました。聞けたいことが全部聞けてよかったです。あとは家でちょっと練習あるのみという感じでお送りしていきたいと思います。ちょっとうまく歌えるように頑張ります。今日本当着実にちょっとずつっていう感じはあります。どんどんコントロールできるなっていう、うんうんうん、もっともっと覚えました。はい、頑張ります。メンバーのみんなに会える日があると、あ、やったってめっちゃ思える。なんか思えるっていうとなんか向かい合すんだけど、なんかめっちゃなんかそう思えるのがめっちゃ良かったな、うん、いい、良かったなって思ってます。なんかもう伝わってるかわかんないけどめっちゃ好きです。みんなに言うといて、ここに、あ、スワちゃん、まのちゃん、つきちゃん、大好きです。なんか、はい、めっちゃ本当に大好きです。言われちゃったの、私とリコちゃん、うん、最後ここね、うん、手に合わせて、うん、手押した、ああ、もうやってる、あ、自分この子、俺のもともと押した、いいです。うん、そんなところで記録でいきますか。うん、時の踊りの手のやり方とかが全然また違った感覚になるから、それはちょっと最後のこのお披露目前の4人の練習で合わせたいです。楽しみにしてます。お願いします。楽しみにしててください。こちら衣装の靴がね、衣装はマジで前日だっけ、あ、え、前日に届いたのちゃんと持ってきますか。衣装前日にお届けしていただくんですよ。
すっごい可愛くて、いや本番当日にしかもう着れないよね。だから自分はあのもしも不良の事故で入らなかったらどうしようと思ってすごい怯えててでも衣装マジで、衣装をやっぱり着ると勝手にスイッチが入るものなんですよ、うん、それがね、それがまた一段階ギア上がると思うんで、服がついてから早くみんなが着てるの見たい、うん、なんか2ヶ月って私そのグループ、何個かやらせていただいたりしてきたんですけど、デビューまでの期間が2ヶ月っていうのが割と短めな方だなと思ってて、なのでその、ね、やっぱステージで出るまでにこうある程度交流深めていけるのかなっていうのが始まる前はちょっと思ったりしてたんですけど、もうなんか2ヶ月前のあの初対面のこの間ドキュメンタリー出て、その時のあの時の感情とか思い出して、あの感じより全然、まあねこの先またもっと関係性は変わっていくというか深まっていくだろうけど、すごくなんかなんでしょうね、まあみんなで合わせるのがね最後っていうことで、まあ個人でもうちょい冷たいところはあるんですけど、いやーこの後もみんな揃って踊る時がライブかって思うと、うん、なんかちょっとまだ実感がないんですよね。やっぱライブも東京じゃなくて福岡でやるから、この地にいてもなんだろうライブするっていう予感がしないし、やっぱその衣装ってこうギアというかモードが変わる大事なトリガーなんですけど、衣装もまだこう現物いただいてないから、まあ、すっごい楽しみなんですけど、とかなんかまだ実感がなんかね湧かないですよね。よ3日前16なんで3日前の実感はないですねっていう感じですよね。でも本当にお披露目ので見せれるレベルとしてはみんな本当に短期間で仕上げたなと思いますよ。本番どうできるかわからないですけど、うん、できることはやったなと思いますね、うん、そうですね、ネタバレにならない程度でっていうと、意気込みとか、うんうんうん、いやー私あの結構スイクレ2人でマノちゃんと活動している時代に、マノちゃん結構ソロでライブもやってて、ステージに立つっていうことを、まあ、大事にして途切れずね一人でもやってきていたんですけど、私は結構あのその間ステージパフォーマンスっていうのは結構あのやらない期間がありまして、なんかまあいろいろ思いとか理由というかはあったりしますけど、やっぱこうなんでしょうね、またみんなに見てほしいなって思う自分がこうグループの中でパフォーマンスをする私っていうのがまずなんかこう一つあったりして、そうそう、なので結構ステージに帰ってくるのをずっと待ってくれていた方もいると思いますので、そうですね、こうそれをステージに
戻って喜んでもらえるような姿をね見せられたらいいなと思いますし、で私自身もやはりやっぱりステージ大好きだから久しぶりに立つということで、まあ程よく緊張はしつつすごい楽しい時間を、あっという間の時間を、うん、過ごせたらなと思ってます。いやー本当にこのねデビューライブ お披露目ライブからツアーっていうのがもうスイクレ最大のちゃんと旅というコンセプトを何でしょう、あの実装してというかで皆さんに感じてもらえる最高のあのなんていうんでしょうかね、仕組みイベントだと思いますし、こうやっぱり私自身旅というか新しいものというか刺激とか、まあ、常になんかそういったものを求めているので、そういうなんでしょう新鮮な感情を常に持ちつつ出会いつつ活動していけるっていうのがすごく楽しみで、でその一つ目が福岡っていう、でこれは別にメンバーの出身だとかなんかこう誰かが行ったことあってとかそういう理由とかは本当になくて、7都市今回東京も含めて巡る中での福岡っていう、もう何でしょう、まあ偶然ですよね。そうで、なんかその旅って偶然がその何でしょう、偶然を楽しむものっていうか、なので今回たまたま初めてのライブお披露目が福岡になったっていう偶然が、なんかこうライブ終えてみてとか後々振り返った時になんか思えるものがあるんだろうなっていう、 そこの先をちょっと見越して楽しみにしているところもあったりしますね。はい、あ、そうですね、まあ、やっぱなんといってもまずは沖縄にね、そうこんな最初のライブからやっぱなんでしょう、活動をある程度年数積んでやっと地元に凱旋ライブができるよみたいな、そういうことがやっぱ多かったんですけど、初っ端から行くっていうね。で、まあ前のグループでライブした時も家族とか見に来てくれたんですけど、今回はそのねこうまた新しいグループになってすぐの状態で見てもらうっていうのが、まあちょっと より恥ずかしいですけど、なんかそのまだなんでしょう、うちらのグループこんなんだから自信満々で見てよっていう、まだそこまでのなんかあのテンションではないから気恥ずかしさはありつつも、新しいスタートになんか地元の地を踏んで、で家族とかにも見てもらえてっていうので、すごいいいスタートになるんじゃないかなっていうのはありますね。そうそうそう、でもなんか私高校時代の友達が沖縄にねいるんですけど、やっぱライブなんだろう、自分から呼ぶのすごい恥ずかしくて、これまでも呼んでなかったんですよ、沖縄帰ってライブする時も。でもなんか今回ちょっと呼んでみよう、声かけてみようかなみたいな気持ちになんか初めてちょっとなってて、でも本当に行動に移せるかは分かんない。でも気持ちとしては、いや本当にあのグループのね、高校時代のグループラインが ずっと現役で続いてて、こう定期的にやっぱ動くんですよ。みんなもなんかすごくいろんな、なんか沖縄のための活動をしてる子とかがいたりとかして、そうっていうねグループラインもあるから、ちょっと頑張ってなんかいつ頑張って送って、いやもうあの、ね、チラシだけポンって画像で、うん、あー確かに確かにこうインビテーション画像的なのをポンと、よければぐらい添えた。待って待って、高校から10年経つ？経つね。すごい。いやだから高校以来。今何歳？今27になりました。3月で。そうそう、年齢公開してる。全然してます。うん。だから高校以来会ってないっていう子もいるんで、その10年ぶりのとかもあり得るかもしれないですし、まあまあ私が招待行ってきたらの話です。LINE 一通送れたらの話です。はい、他の地方もいいですよね。あ、そうですね。いや北海道も去年行けて、でも北海道本当に広いじゃないですか、うん、でそうそうそう、ここ行ってみたいなっていうエリアがいっぱいあったりして、
まあでも私が行きたいがるところってすごい僻地が多くて、まあ多分プライベートじゃないと行けないようなところなんで、まあ、今回はみんなとの旅イベントで行けるような場所にまた行けたらと思いますし、まああとはね食べるの大好きなんで各地でもう3食ねしっかりコンビニ飯とかなしで3食しっかり美味しいの食べられたら私は満足ですよ。うん、それ一番ですね。そうなんです。やっぱねライブで結構時間がカツカツでコンビニ飯で済まされちゃうこととかもあるんですよ。それはスイクレはコンセプト旅ですからねってつっついて行きたいと思います。はい、そうですね。まあまずこう各地いろんなところに私たちから、行けるっていうことで、こう普段アイドルのライブを見るために遠征をねしてくれている人たちのところに会いに行ってっていうので、あの新しい人にも知ってもらえたり、いつも遠征してきてくれている方に会いに行くことでちょっと喜んでもらえたりしたら嬉しいなっていうのがまず一つありますね。で、こう、まあ、東京とか各地から私たちと一緒の旅をこうついてきてくれる方たちっていうのもいらっしゃると思うんですけど、やっぱそういう方たちとは何でしょうかね、こちらからなんかこう伝えたいというよりかは、やっぱ一緒の体験、同じ時間を過ごすのもそうだし、こう何でしょう、この季節にあそこに行ったっていう、そういった旅の経験や記憶っていうのがこうその人にとって何か新しいものになったり、こうずっとそれが胸に残ってて後々でなんか振り返るいい思い出というかなんかになったりとか、その、まあ、もちろんライブを通じて届けたいものとかパワーエネルギーっていうのはあるんですけど、なんかその旅一緒にして一緒に何か感じていきたいみたいな、楽しんでいきたいみたいな、そういう気持ちですね。なんかアイドルってすごくいろんな行動のきっかけになる存在だと思ってて、でだって旅ってまあ本当にもうお金も時間もかかりますし、予定を先々抑えてくださったりとか、ね、大変じゃないですか普通に自分一人で旅するにしてもっていうね、ちょっとこう思い越しを上げるようなことを、でもアイドルっていう存在と一緒になら結構言ってくれたりとか、いや本当にありがたいことだなと思うんですけどっていう、そのなんかなんだろうな、まあ私もさっきの LINE をちょっとお誘いの LINE を送れないみたいな、そういう普段だったらなんか人を誘ったりとか、なんていうかそういうのを牽引していくっていうのがそこまでできるタイプではないんですけど、こういう存在になれたことによってなんか誰かのそういう行動のきっかけになって、それが何かになってとかっていう、そのそういうアイドルの面白さ楽しさみたいなところをスイクレはなんか自然に感じてもらえるというか、それが面白いところだなとも思ったりしてますね。だからもっと私たちが大きくなればすごくそれが分かってもらえると思うより、皆さんヤッホー、水槽とクリマチスの月ひもかです。はい、もうついにツアーがもう本当にここに迫ってます。はい、ライブの解禁がもうすぐそこなんですけれども、まあ皆さんは今もうすごい楽しみ 100% で胸をいっぱいにしてくれてると思うので、もう私もその本当楽しみ 100% の気持ちで、ステージに上がり込んでみんなと楽しい気持ちをぶつけ合って素敵な空間と時間を過ごせたらいいなと思っています。で本当にこう水槽とクレマチスの活動形態は結構始まりがライブじゃないっていう特殊な感じだったり、
そうですね、私のライブをステージに立たない期間とかもあったりで、すごくお待たせしてしまったなっていう気持ちがあったりするので、もう本当に満を持して、やっぱりこうステージの私とかライブをしている私が好きっていう声をね、今までたくさんいただいて、で本当にその声は一つ一つ嬉しくて大事に心の中に残っていて、でそういう私を待ってくれているみんなのもとにこうまた颯爽と戻っていける日が来たのを嬉しく思っておりますし、ね、これからもそういう姿を届けていきたいと思っているので、まずはそのお披露目ライブっていうのを目撃してもらえたら嬉しいなってすごくすごく思っています。みんなとね、たくさん旅、心の旅も実際の空間の旅もして、たくさんの時間を一緒に重ねる、それがここから始まるっていう楽しみで、すごく胸がいっぱいです。これからもっていうか、まずはお披露目ライブよろしくお願いします。楽しみ。なんか最初会った時より全然自分的にはぎこちなさみたいなのは減ってきてると思うんですけど、でももっとこれからどんどん仲良くなりたいって思ってます。なんかまだ結構振り入れとか自主練とか、あとその以外、あとなんか YouTube のロケとか以外でまだメンバーのみんなと会うことっていうのがほぼないからなかったから、なんか友達としてっていう風に、なんかそれともまた違うなんか枠組みというかのような気が私はしてるんですけど、なんか結構自分的にはなんか人との距離が近づくのってとてもなんか時間がかかるタイプだし、なんかあんまりその人となんだろう、この子と仲良くなりたいみたいな、結構いろんな子にそんな思う感じではないんですけど、なんかメンバーのみんなとは本当に初めて会った時からなんかなんて言うんだろう、なんかあ、なんか一緒にこれからやっていけるのがこの3人のみんなでよかったなってなんか感覚的にずっと思っていて、だからなんか本当に多分全然まだ自分を私も出せてはいないんですけど、これから仲良くなりたいなってめっちゃ思ってます。もうドッキドキですけど、でもなんかこの期間内でできることはやったつもりでいるし、やったって言えるので、なんかそれがその今のこのスイクレの4人のライブのパフォーマンスが皆さんの目にどういう風に映るかっていう楽しみももちろんあります。でもやっぱドキドキ、なんか自分が本当になんだろう、グループとしてもだし、歌って踊ってっていうのもそうだし、アイドルとしてっていうのもそうだし、そういう風にステージに立つのがまず初めてなので、それもドキワクです。なんだろう、なんか結構曲によって曲自体がなんて言うんだろう、なんかいろんな要素というかタイプの曲になってて、だからそれに合わせて振りも作っていただいたんですけど、全部の振り付けがその曲にとっても合ってるし、踊っててすごい楽しかったりとか感情が入ったりとかする振りなので、なんかその振り曲ごとに違った顔っていうのも楽しんでもらいたいし、あと演出も
1部と2部っていう2部制になってることの意義というか意味のあるものに仕上がっているので、そこも注目してもらえたらいいなっていうふうに思ってます。まず福岡は行ったことがないので、そのもう行けるっていうだけでもすごい楽しみなんですけど、なんかその自分のこのアイドルとしてっていうのもそうだし、スイクレと4人としてっていうのもそうだし、その始まりの場所が福岡っていうのがなんか結構意外な感じがあって、でもなんかだからこそ何かそういう福岡に対してちょっと特別ななんか視点みたいなのができるのかなって思うと、なんか面白いなっていう風に思ってます。なんだろう、行ったことないとこが本当にほとんどで、名古屋は自分の地元なので、なんかまず そこでもう早速ライブができてしまうっていうのがなんかちょっと怖いのもありながら、でも知ってる人にも見てもらえる機会があって、それも嬉しいし、行ったことない場所、仙台とか北海道とか、どこだっけ、仙台、北海道、まあ、福岡もそうだし、沖縄もそうだし、なんかもう本当にいろんな場所に立てるっていうこと自体がすごい楽しみなので、うん、楽しみです。まずその場所ごとに会場ごとに変わる、その私たちがするライブのパフォーマンスの楽曲とかもそうですし、なんかその土地ごとに違った空気感みたいなのがを感じながら、なんかこのスイクレの要素にもある旅みたいな、その旅性の面白さみたいなのを、私も私たちも来てくださった皆さんにも感じてもらえるたらいいなって思うし、あとまあ本当にスイクレ4人の始まりの兆しみたいなのをライブ、実際の現場でのライブを通してなんかそれも感じてもらえたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。こんにちは、いい子です。なんか全然多分まだいい子って誰って思ってる方多いと思うんですけど、今回のツアーを通してライブをすることで、ライブを見ていただくことで、いい子ってこういうパフォーマンスをするんだとか、もともとちょっと例えば配信とか SNS とかで知ってくれてる方も、なんかこういう顔もするんだみたいなのを見つけてもらって、なんか少しでも私に興味を持ってもらえたら嬉しいし、ツアーの中での旅のイベントもあるので、それも一緒に旅して楽しめたらとっても嬉しいです。じゃあ待ってます。OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK やってる。 OK です。ありがとうございます。じゃあ終わりです。はい、ありがとうございました。頑張ってくださいね。ありがとうございます。まず確実に言えるのは、いい子ちゃんとは仲良くなったと思います。私はメンバーの甲斐まりなちゃんとは以前から友達で、月日もかちゃんとも、まあ、そのライブをね見に行った時にお話ししたことがあるみたいな感じなんですけど、一応お互いのことは知っていたっていうのもあるし、みんなアイドル経験者だったっていうこともあって、なんかその自然と打ち解けられていったというか、みんな最初から割とちょっとコミュ力があって自然な感じで始まったんですよね。でそこの3人、私含めた3人は意外と変わらないなというか、めっちゃ仲良くなるわけでもなく、その最初だけ仲良くしてその後仲良くなるわけでもなく、割とその同じ
のほほんとしたペースのまま仲良くできてるなと思ってて、ただやっぱいい子ちゃん初めて会って、でちょっと多分人見知りもあるのかなって思ってて、最初はなんかちょっと私結構人見知りの人にめっちゃ話しかけてこじ開けちゃうタイプなんですけど、それもちょっとなんかこうブロックされてるような気が一瞬したんですけど、最近はすごい気にしないで話せるというか、なんか感性的な部分もちょっと似てるなって思う時もあるし、なんかやっぱ大切なね新メンバーで入った同期なんで仲良くなれてよかったっていう感じで、うん、まのちゃんとももともとお友達だったから、その一緒に活動するメンバーに なると思ってなくて、それでどうなるんだろうって思ってたんですけど、その練習してる時は同じ目標に向かって頑張ってて、でこうオフの時とかはやっぱ友達の時の雰囲気でみたいないい感じのメリハリがあって、なんか心配してたこととかは何も大丈夫だったかなって、そんな感じです。月石ちゃんは本当に優しい優しい。なるほど、うん、もう全員が全員ちゃんとなんか関係性も作れて、うん、いい感じで歩めてあ、そうですね、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、そんな感じですね、うん、なんかそれぞれ優しい子が本当に集まってるんだなっていう感じで、みんな建設的な話し合いができる感じがいいです。うん、本当にそれが一番、うん、一番大事、うん、いやーなんか最終的な思いっていうのはやっぱり楽しませるから楽しみにしててほしいし、絶対みんなでハッピーになろうねみたいな気持ちなんですけど、結構その途中にその自分がまだ吹奏とクレマチスっていうメンバーのオーディションに受かって新メンバーとして迎え入れていただいてることとか、私一人っていうので考えた時に自信は正直多分一生ないと思うんですよね。なんか、うん、なんていうんですかね、不思議な感じ。自分が本当にこんな素敵なツアー組んでもらって、素敵な衣装とか楽曲とか振り付けとかで表現をしていいのだろうかっていう疑問と不思議な感じがちょっと常につきまとってる感じはありますね。でも最終的に不安だからじゃあ活動やめるのって言われたらそうではなくて、ちゃんと私自身にも志があって、そしてメンバーのみんなにも運営さんにもファンの方々にもきっとなんか志があると思うから、みんなでハッピーになろうなっていうまだまだ成長し続けるぞっていうメンタルに最終的には落ち着く感じ、そんな感じです、うん、めちゃめちゃいいハッピー精神の最初です、ね、ハッピー、そうですね、やっぱ繊細な人とかが生きづらい世の中だっていうことで、やっぱ繊細なこと感情をこう共有し合うっていう風潮みたいなのはあると思うんですけど、やっぱこれからの未来のことを考えた時に私はハッピーを発信できる人でいたいなって今は思ってます。はい、そうですね、吹奏オトクレマチスっていうのがまあそのテーマのうちの一つっていうんですかね、文言に旅のメロディー、生活のリズムっていうのがあって、今までこう生活のリズムの部分っていうんですかね、生活に根付いたイベントだったり配信だったりっていうのをずっと繰り返してきて、やっとライブが始まる、旅のメロディーが始まるってことなんですけど、そのまず吹奏オトクレマチスっていうグループ名もコンセプトも一通りなんぞやってなると思うんです、みんな一回。それがパフォーマンスを見てもう一回なんだって絶対なると思う、すごく不思議な体験 になるんじゃないかなって思ってて、ただその先でなるほどってみんなが思ってもらえたり、それぞれに何かを感じ取ってもらえるようになるためには私たちの表現力が大事なのかなって、ちょっとネタバレしないっていうのが難しいんですけど、自分も もうまさかこういう表現をやるとは思ってなくて、成長中って感じなんですけど、新しい一面を知れて楽しいし、うん、皆さんにもっと楽しんで
さらにね、私以上に楽しんでもらいたいなって思うんで、頑張りたい。うん、楽しみにしててほしいし、困惑したとしてもその気持ちも正解だよっていうそんな感じですね。さすがポジティブ。ポジティブ。そうですね、私九州にまず行ったことがなくて、そのあと四国とかもまだ行ったことないんですけど、なんかこの世には本当にいろんな地域があるなって、大学でそんな感じの勉強してたので、その改めて旅行にそもそも行ったりとかしない家族だったので、日本全国いろんなところ行ってみたいなっていう思いを抱えていて、それがまさかこういう活動と結びつくと思ってなかったので、なんか、うん、ライブの遠征っていうので行くと、やっぱりその旅の思い出ができないまま帰ってくることが多いし、逆に旅行で行ったら旅行の思い出として完結するから、そのライブと旅っていうのが合わさって化学反応が起きた思い出ができるっていうのもまたいいですしね。ちょっと難しいんですけど、あの福岡本当に行ってみたくて、だからシンプルに嬉しい、嬉しいですね。うん、明太子とかいっぱい食べちゃおうかな。あの本当に、私福岡の皆さんにとってもスークレのお披露目福岡だったんだよって自慢できるような人になっていけたらいいなと思いますね。そこはもう何もマイナスな感情ないです。あの全て嬉しい、はい、うん、いやー、合格の連絡を私電話でいただいて、ありがとうございますってなったんですけど、オーディションの合格、そうです、お披露目が、あ、その後の電話だったかな、なんか、まあ、合格してしばらく すぐに電話でお披露目がツアーになる予定ですって聞いて、みたいな。でも結局なるほどな、だって水槽とクレマチスだもんねってなったんですけど、なんかスターみたいですよね。ツアーって響きがまず初めてだから。すごいバカみたいなこと言ってるんですけど、自分はこれまでのアイドル経験の中で名古屋遠征1回の経験しかなかったので、東京飛び出す、地元の埼玉県にでもライブしたことないですし、だからそのね、ツアーっていうので回れるっていうのが本当にシンプルに嬉しいですね。だからこのツアーを経て、いろんな経験を通して成長をして、最終的にまたこう実力でというか、ツアーがまたできたらいいなっていう目標もありつつ、いやー、もう大好きなんですよ、その道とか地面とか方言とか全部、その地域のそれぞれの個性が大好きだから、幸せでもうおかしくなるかもしれないです。7箇所もですよね。やばいな。そうですね、なんか、自分の中でまだふわふわしてて掴めてないものがいっぱいあるんですね。表現もそうだし、水槽とクレマチスについて自分のなんか向き合い方とか、そういうものの何かが明確になっていくきっかけをつかめるツアーになったらいいなって思うし、やっぱ実力的な部分、シンプルに表現、振り付け、ダンス、歌とか、そういうアイドルとしての技術的な面もめちゃくちゃ成長したいっていう願望があるので、成長できるツアーになったらいいなって思っているし、あとその水槽とクレマチスとしてのハブツアーとして皆さんに伝えたいことっていうのは、まあなんか なんですかね、その水槽とクレマチスの活動を認めてほしいのではなくて、そのスイクレの活動を通じて皆さんの人生が豊かになる、なんかそういう活動
っていうんですかね、そういう働きができたらいいなと思ってて、だからそれこそ地方で回った時に、その時しかきっと会えない人もいると思うんですよ、そこの台湾の他のグループさんのファンだったりとか。でもスイクレのライブ見られてよかったなって思っていただけるような、何かそういうエネルギーをくれたらいいなと思いますね。分かりづらい、なんか一回頭できちんと理解して噛み砕いて理解できるようなコンセプトというかものなのかなって、水槽とクリマチスに対して思うんですけど、そんなの一回置いといてライブとか見て、なんか心が温まってくれるような、うん、そういう働きですね。誰かの人生変えたいとかじゃなくて、なんかこうそっとなんかスッみたいな感じカットしないでくださいよここ一番わかりやすいのこれです。こうしてスッみたいな感じにしたい。やっほー、水槽とクレマチスのハブスワです。こんにちは。このインタビューをね見てくださってどうもありがとうございます。いよいよ、トランクに花束をツアーが始まるということで、こういうありがたい機会を頂戴してるんですけど、まだねそのステージに立って皆さんとお会いする日のことを本当にすごく楽しみにして、たくさんたくさん想像したんですけど、私の想像力を持ってしてもというんですか想像できないワクワクがいっぱいあって、とにかく早く会いたいし、皆さんにハッピーをお届けしたいなっていう気持ちでいっぱいです。どんな気持ちでいらっしゃるんですかね皆さんは。見たいような見たくないようなみたいな気持ちの人も、早く見たいっていう人も、推しに会いたいっていう人も、いろんな人がいると思うんですけど、スイクレ本当に頑張ってますし、皆さんのためならこれからもまだまだ頑張れるので、よかったら見守っていただけると嬉しいですし、まだスイクレ様子見だよっていう、飛び込んできてください。無垢な幸せで埋め尽くしますのでいや嬉しいです私は本当に、待ってます。どんどん馴染んできた感じはあって、自然と徐々にっていう感じですね。なんかまだお互いに遊びに行ったこととかは全員でとかはないけど、活動の中で仲を深めていっているという感覚感じで進んでおります、はい、結構じゃあいい感じに、そうですね。なんかデビューとかライブお披露目前までのメンバー間の感じとかはみんなは多分今わからない状態だと思うので、今日みたいにこうしてインタビューとかそういう動画だったり、あとはスイクレの水中部の動画、スイクレタッタッタとかで感じていただけたらいいなって思いつつ、ライブが始まったらもうリアルにメンバーのことだったりスイクレのことを終えると思うので、そこはより親密感をスイクレから感じて皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかなって思っています。心境的には、順調だし楽しくやれているので、なんか自分的には一番いい感じではあるんですけど、自分この心持ちになれるまでに結構時間がかかって、水槽とクレマチスっていうグループができるまで、その1個前にレイっていうグループに所属していたんですけど、そこからスイクレに自分がアイドルグループとしてまた活動するまでの間というか、まあ活動を始めたてはライブがなくて、その動画だったりとか配信だったりとか旅っていうコンセプトに寄り添いながら皆様にお届けしていくっていう感じで、結構そのレイに向けていた自分の気持ちみたいなものが、なんかその気持ちをなんか一瞬どこに向けたらいいか分からなくなっていた時期があって、その中でもスイクレのとしてのライブはまだできてなかったので、ソロでのライブ活動を月に 1,2 回してたりしたんですけど、まあ、それを重ね
もう半年ぐらいは結構自分の中でモヤモヤというか、まだスイクレに向けられてない、前向きに向き合えてない気持ちみたいのがある中で、でもライブはしたいしっていう、すごくその葛藤とかモヤモヤがあったんですけど、ライブを一人でする中でもやっぱそういう不安っていうのが、ライブだったりとか人前に出ると伝わっちゃうだなっていうところもあるし、自分自身不安を持ってたらその最大限パフォーマンスできないって思って、まあずっと思い悩んでいたんですけど、それが割と長い間、半年の時を経て今は前向きになれたんですよ。いろいろありまして、いろいろあって、まず自分がセイクレ、セイクレを居場所にしたいって思ってたけどできてなかった部分が、今はそのしっかりとセイクレに向き合えてるなっていう感覚があるので、そこはすごくそのファンの方とかにも感じ取らせていた自分の内側にあるモヤモヤした部分を今はもう全くないって言い切れるので、本当に安心して応援してほしいなって気持ちでいます。なんかライブをするにおいて自分が一番楽しめてないとみんなのことも楽しめないっていうのをめっちゃ肌で感じた半年間だったので、自分がなんかセイクレでやりたいなって思うことがあって、それは結構自分アイドル文化っていうものが好きなんですけど、だからこそアイドルをやっているし、やり続けたいって今は思えてるし、続けたいっていう気持ちでいて、そのアイドル文化っていうのはそのバンドさんとか他のアーティストさんとかとちょっと違ったファンの方との親密な関係性みたいな、ちょっと距離が近いところとか、そういうちょっと特別な変わった関係性があるなっていうのを思ってて、その中でなんか自分はアイドルっていうものが、みんな人が人生の中で生活していく中でなんかその物語を見て感動するみたいなものって、アニメとか漫画とか映画とかゲームとかなんかそういうコンテンツだったりとかすると思うんですけど、自分はそれ、その要素がアイドルにも含まれているって思ってて、なのでそのアイドルのリアルを、物語をメンバーの関係性だったりファンの方との関係性もそうですけど、それをリアルに終えるっていうのがすごくいいなって思っているところなので、セイクレではその物語性みたいなところを強く皆さんにお届けしたいなっていうのを思っています。はい。福岡初めて自分行くんですよ。だから初めて巡る地もあれば行ったことある地もあったりして、なんかその1年に7カ所も違う地方に行くってことなかなかないと思うし、人生で初めてなことなので、すごく自分の経験値としても楽しみなことで、その地方の方との交流みたいなところもすごく楽しみにしてて、会いに行けるっていうのと、なんかコミュニケーションを取ることがすごく楽しみだし、なんか本当に遠征っていうのをメンバーの中自体もすごく深まるものなので、本当に物語の一番最初として福岡から始まって、それをどんどん広めていって大きくしていきたいなって思っているし、最後には東京でライブをするっていう流れになっていて、ファンの方も一緒にその旅を追ったり、メンバーを追ったり、物語を追ってもらえるっていうのが本当に面白いなって思っています。7カ所巡ることについては、やっぱりセイクレにしかできないことなんじゃないかなっても思うし、セイクレ活動、ライブ活動開始ですぐにツアーを組めるっていうことなかなかないと思うし、それ自体が面白いと思っているし、それを楽しんでもらえる方と出会いたいなっていう気持ちと、やっぱり楽曲の面も
そこで初めてみんなに知ってもらえるところだと思うので、楽曲からもスイクレのコンセプトとして、楽曲はこういう風なスイクレとしての思いがあるっていうところで提供していただいたりとかカバーさせていただくっていうところがあるので、そういう要素をしっかりとスイクレとして見せていくっていうところをしっかりとやっていきたいですね。はい、なんか感動に必要なのは物語と関係性みたいなところだと思ってて、なので自分の中にあるスイクレのグループとしてのテーマっていうところが物語っていうところを大きく持っているので、そこを皆様に感じてもらいながら一緒にその歩んでいけたらいいなと思っているのと、地方にも巡っていろんなところに行くっていうところをコンセプトがある中で、いろんな場所に行ってその生活、旅、ライブ、そしてみんなの生活に飛び込んでいって、さらには日々寄り添えるようなグループになっていけたらいいなと思っていますので、たくさんの方々と出会いたいです。好きになってもらいたいですので、関係をぜひ築きましょう。それではバイバイ。誰もバイバイしないかったら、はい、バイバイでもいいし、うん、大丈夫だと。それかこのやり取りを挟む。確かに、うん、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてます。はい。